こんにちは、圭一郎スタイルの時間です。今日は一人でちょっとぶらっと車で出かけてきてみました。どこだと思いますか？いつもトランクスとサポートしていただいている日曜製作所の甲州さんのところに遊びに来ました。今細い道を行き過ぎたら聞き返せなくなりそうになってちょっと焦りましたけど、駐車場に無事に到着しました。波はちょっとないんで、サーフィンはあれなんですけど、でもちょっと久しぶりにお会いしてこようと思います。じゃあよろしくお願いします。あ、お久しぶりです。お元気ですか？元気です。あ、いつもありがとうございます、はい、下の鍵忘れたんで。あ、そうです。あ、今日お休みなんですね。甲州さん、思いがけない出来方したのでちょっとびっくりしました。はい、あったかもしれないです。お邪魔します、はい、久しぶりの、はい、あ、いえいえ、この前です。新型裁断中です。あ、だいぶ暖かくなってきましたもんね。そうですね、はい。あ、ここに作業中のトランクスが、これだけ。あ、そうそう。お久しぶりです。久しぶりです。久しぶりに、いつぶりでしたかね、あ、一宮に、千葉に遊びに来てくれたのが12月かな。そうですよね。そうですよね。じゃあ4ヶ月ぶりぐらいで、はい、いつもお世話になってます。お嬢さん、ありがとうございます。はい、楽しい道で、ちょっとそこを道スルーして、どっかで U ターンしようと思って、はい、奥まで行ったら U ターンできなくなりそうな。そうです。どんどん狭くなります。危なかったです。はい、今日はちょっと今これジーンズのあれは話しちゃっていいんですか？大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？まだ発売日は未定です。まだ未定です。まあ、なんか以前にお話聞いていたジーンズの件でちょっといろいろ伺いたいなと思います。あと今年の新作ですか？新作です。あ、新作もあるということでちょっと拝見したいなと思います。ちょっといろいろ見ていきたいと思います。よろしくお願いします。これがその記事です。そうですね、こっちがちょっと入ったやつです。シンプルなデザイン。これはもうレギュラーストレートでちょっと余裕がある、はい、なるほど。リーバイス501より若干太いですね。あ、色もすごいいいですよね。ちょっと海っぽく薄めのデニム、薄めのインディゴですね。あ、なるほど。結構ジーンズ好きなんですか？好きです。あ、なるほど。独立前からヴィンテージデニム作ったりとか。あ、そうなんですね。あ、じゃあいろいろ詳しいんですね。俺ジーンズの全然知らない。すいません。かなり詳しく知ってるんで。あ、そうなんですね、はい。あ、じゃあちょっとなんか細くて丈が短い感じでオーダーさせてもらおうと思ってるんですけども、はい、そしたらじゃあどんな感じのあれですかね。一旦じゃあそのパンツを履からせてもらいましょう。あ、そうですね、はい、はい。新作のモデルを試着させていただきました。これは28サイズなんですけど、ここのまずここが違うのかな。ここが違くて、でこのサイドの線が2本だったのが、2本だったのが1本になり、でこの後ろ側のポケットのこのラインも1本で、こっちは2本な感じで、でもなんか全体的にやっぱり違く見えますね。
とても鮮やかな色です。で、以前作ってもらったのはこのモデルで、で28で作っていただきました。で、これが29の従来モデルの方です。昨年作っていただいたモデル、前回は28で作っていただいたんですけど、今回は29でもいいかなと思います。やっぱりこの縫い目がこうなってたり、この紐のところの形が違うだけで、作りが違うだけで全然違く見えますね。全体的なシルエット、これは普段履き用のショートパンツです。いいですね、一応制作らしい感じのショートパンツかな。You can finish school today. これが自分が履いてるのは S サイズです。夏だったらこれでうろちょろできますね。これが M サイズですよね。こっちの方がちょっとなんか長さちょっとだけ長丈が長く感じて、でこの裾のところ、裾っていうか長さも普通の普段履いている海パントランクスよりちょっと短めの設定になってるそうなんで、短めが好きな人にはもってこいの普段履きの。こういうパンツってなかなか売ってないですもんね。そうですね。そうですよね、はい。これはいろんな色があるんですか。もうトランクスと同じで、コットンでも9色、PG でも6色。色の切り替えも大丈夫です。明るい赤。ああ、はい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 。ああ、こっちの方がいいですね。これがブラウンですね。ブラウンいいですね。この赤もお気に入りです。今回、またいろんなモデル、新作も含めていろんなモデルをオーダーさせていただいてありがたいです。でまたこれまた届き次第YouTube 等でもアップしますんでよろしくお願いします。で今回お店の方で期間を組んで、日曜製作所のトランクスを、オーダーできるイベントを企画しようかと思います。結構なかなか普段通常オーダーできないトランクスなんで、自分の知り合いの周りの方も結構欲しいって方もいて、なので他にも欲しい方いらっしゃると思うんで、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。そこがいいし、ここが口、いいですね、風情があって。
ここね、かまん入れます。お、ああ、惜しい。なるほど。アドバイスね。早めに仕掛けると大事。